さあタップスポーツベースボール21っていうゲーム遊んでいこうと思いますメジャーリーグのゲームらしいんだけど俺全然メジャー詳しくないんだけどこのゲームからね少しでも学びを得ていこうかなと思うんだけどとりあえず今のチームこんな感じですねえー、センターロナルドアクーニャジュニアなんかこのゲームのなんかパッケージの人みたいなのがこの外とアクーニャっていうこの2人なんだよねあのウレの パッケージの人みたいな感じの立ち位置が。で、なんかまあ、ずらーっといろいろ並んでるんですけれども、とりあえず、チームを補強するために、えー、なんかドラフト会議開こうと思います。まあ、ルーキーだからね、いわゆるその、プロスペクトってやつでしょまあ、確率としてはこういう感じですね。え、星5のキャラが1000分の5で当たります。1000分の5っていくつだ1 ?200 分の 1?200 分の1か。0. 0. 02? 0. 02、0.02?0.02? あ これ、えぐいな。これ、すごいぼったくり。いや、ぼったくりとか言うな。ちょっと今のはちょっと訂正するんですけれども。じゃあ、とりあえず一回、セカンドラウンドドラフトピック、こっちやっていこうか。これは、あ、星4のキャラが1000分の20。だからこっちはちょい、ちょい確率高めて星4のキャラ手に入る。ちょっとやってみるか。お試し。カモンカモン星4。あ、いるいるいる星の左上。左上。左上。い左上。名前。顔がムスッとしてるわ。ニューヨークヤンキースの人かな。 マイク・タッチマン。ちょっとエロそうな名前なんですけども。いや、これはもう首だわ。いや、でも足早足早いけど <laughs> パワー死んでるんだけど腕折れたのかな腕折れて出場してんのかなこれ。じゃ、とりあえず本題入るか。ルーキーマルチドラフト。カモーンこれよ俺がもう、まず一人目ね。まず一人目ね。はいはいはい。あー。 まあ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 まだ2人目です。2人目です。ありがとうございます。3つ目。あちょっと上がってきたちょっと上がってきたよ、これ。よくなってきてるよ。あでもスローってこれ、右投げか。右投げでアーム48。アームってなんだ肩の力ってことかな。なんかよくわかんねえな。CTR、コントロールか。STF って,何 ST って何なんだろう。STF ってなんなんだろう。わかんないなえ。スタミナのことかなちょっとよくわかんない。ファーストボール、速い球。えっ、ー、と、2、 ツーシーム、ファーストボール。ツーシームか。で、スライダー。この3つが投げれますみたいな感じ。ニック・ヴィンセント。SU ってこれ、どこ、どここれ立ち位置どここれなんかよくわかんねえや。4人目。上がってきたあ、上がってきたあ星4来た星4来たけど、写真がない。星4で星写真ないとかあるのあれかな新人すぎて写真用意できなかったみたいな感じかな。クリス・マット。どこのチームこれ どこのチームかも分からないもん。えー、あと、ロングだから、あれか先発ピッチャーみたいな感じかなこれ。ロングって、ちょっとよく分かんないけど、そのロングリリーフのこと、これ。ちょ、俺、全く分かんないわ。えー、右投げ、アーム57、コントロール83。あ、強そうな感じやな。精密機械。ミスターパーフェクト。きた !4.5! あ、来るじゃん、結構。え、引けるじゃん。あでもあれか。あ、ライトフィールダーで守れば、自分のチームが底上げできるのか。 よしよし、これいいんじゃない ?6-9。総合力6-9。あ、これいいわで。今現状のうちのチームはですね、キャッチャーがまずモリーナです。これはね、知ってる。これは俺でも知ってる、モリーナキャッチャー。なんかさ、スピード1って足怪我してんのこの人。てか、なんかもう音竹さんレベルだよね。走れない人じゃん、スピード1って。こんな極端なデータあるんだ。で、えー、ファーストが、ラベロっていうのかな。総合力44、相当低いから、もう早急に変えたいんだけど、ファースト。 強化しないといけないいいととけけ思うんだけどで、セカンドがヤンキースから、えー、トーレスっていうのかなグレイバー・トーレス、総合力56。サード、ここもだな。マット・カーペンター。これ覚えやすい名前だな、カーペンター。カージナルス。44の総合力。そしてショート、えー、2個、グッドラム。総合力57来てます。で、レフト外、外センター、アクーニャ、ライト、さっき取った、ブラッドリー。そして DH が、これ、ヌネスっていうのかな あこ,の人もこの人もスピード1なんだけど、すごい DH っぽいわ。パワー81だから、相当効果力です。じゃあ、この布陣で、じゃ今からですね、ちょっと試合を観光していこうと思います。デトロイト・タイガース。なんか聞いた話によると、タイガースって今、相当チーム状況悪いらしいね。壊滅状態落ちてるっていう。まあ、そんなやつに勝てるでしょ。うちのチーム、えー。スク、スクーバルっていうのかな。え、ちょっと待って、意外と総合力高いんですけど、向こうのピッチャー。 じゃ、1番バッター行きます。あくーにゃ。相手がどういうボール投げんのかちょっとよ読んでなかったな。まあ、いいや。様子見ね。まずは様子見。はいはい、はい、まずボールね。今、バンバンしたね。あ、これはどうなんか。あ、今打てばよかった。打ち頃だった。ここ綺麗綺麗なレフトマイヒッツ。さあ、2番。あ、スチールできるね。スピード70か。グッドっていう評価だ。やってみるか。 1回の表だからねやってみようか開幕いきなり走る価値はあるしかもワンバウンドボールすっげえんか途中流してたね <laughs> なんかさ走り出しから流してなかったなめぷだなボールああどうしたピッチャービビってるかあー今抜けばよかったこのうわーポテンって <laughs> すんごいしょぼい音これ走れるんじゃないスタート走れゴートスタートゴートスタートゴートスタートいけるだろう はい余裕星し星ごの力メジャーの力来た外総合力143行かれてんな行かれとるやんけこれはえ今のストライクなのちょっと審判やばい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 これ打ちたいこれ打ちたいあっ <laughs> え待って待ってええ外が2人いるえ 外が2人。え ?3 番外、4番外。どういうことこれちょっと待って、今頭がこんがらがってる。どういう、コピーロボットコピーロボットこれ。あー、これは打ち上げたな。お疲れです。打ち上げお疲れです。5階の表かな。デトロイトタイガースが3対0でももっきりリードしてます。コンピューター打たれやがって、この野郎。ファーストボール、スライダーカ、カッターってカットボールか。チェンジアップ、カーブ。いろいろ投げれるな、スクーバル。 笑顔が憎いグッドラムパワー71見せてくれパワープルで言ったら B ぐらいあるないや分かんないけどねこのゲームにおいての71ってどこら辺の数字なのか分かんないやばい振っちゃった今よし,よし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 詰まったヒット向こうで何て言うんだろう詰まったヒットのこと詰まりヒット走るかグレードだもんなよし走ろうシェール スーパーシールあ、振っちゃった。当てちゃダメでしょ、それ。あ、あポロッタ、ポロッタ、ポロッタ、ポロッタ。どうした何が起こったなんかあれかな今日晩ご飯何食べようかなってなんか考えてたのかな違うこと考えてたね、間違いなくね。さあ、ラベロ。いや、そのボール無理だわ。これがカーブなのかなうわ、なんか今一瞬手元で曲がったカットボールか。 カーブ。うまく当てたけど、あー、目の前。えへへへ守備の乱れ守備の乱れ来ました走り方がダサい。来たー。あ、今のエラーってならないのツーベースって書いてあったね。来た、いいところで開くにゃ。いいところで開くにゃ来ました。よし、見た見た見た。さすが見た。選球眼。うーん、今の振りたかったなーあー、早かった。振るの早かった。 チェンジアップかなボールボールボール,ボールよしきたコテンつったコテンつったこれは変えれるか足押せえ足押せえこいつなんだこれちょっと待って7回表あ2エラーかエラーが挟んで6対1にリードされてるんだけど <laughs> ボッコボコなんだけどこっちそんなことあんのこれ 向こうもエラーしたけど、こっちもエラーしてんだわ。タイ、タイリングってこれあれかな疲れてますみたいな感じなのかなってことはこれ正気。正気かあるぞ、これ。ガツンと一発。一発構成でいっか。いや、早いじゃん、普通に。疲れてないやん。あ、待間ちゃった。振っちゃった。やばい。集中。いや、それ無理だって、それ。疲れてるのにそのボール投げれんのピンチヒッター、な、誰かいるかなあ ヌネス使うか。いや、待てよ。タイラー・オニール。パワー87。これ来たでしょこれ時代来たでしょミートが低いのか。えぇ、ー、今上に上がってったでしょ何そのボール。下から上に。下、来たでーデスショットホームラン来た。6対2。こっから逆転していくよ。こっから。まさかの。 どうするピンチヒッター構成でいっかヌネスいくかめちゃくちゃ打撃だけすごいな打撃の数値とスピードの差いけ走れないならホームラン打てボール早やっ早っよし見てる見てる見てるちゃんと見てる見てるまあねまあまあここは見ましょうもう1球見てもいいかな うん、ナイスボール、ナイスボール。来たよしよしよしセンター前、センター前。信号信号来た、ここで来た、アクーニャ。伝説のアクーニャ。もう俺覚えたわ、アクーニャだけ。アクーニャと外だけ覚えた。でも、どこの、どこのチームの選手か分かんない。ボール。いや、今振ってもよかったか。いや、そのボールほんと無理なんですけど。 えー、10対2になりました <laughs>。10対2。9回、最終回です。めっちゃ疲れてる。めっちゃ疲れてるからこれ打てるわ。コントロール21だもん。リーブ21だよ。コントロールかリーブかだよ、21なんて。来た時代。センチュリー、センチュリー21。みんな21使うの、そういえば。何なん、21って数字は。めっちゃ逆に打ちづらいんだけど。逆に。 ちょっと待って、これ大丈夫かコントロール荒ぶって逆に俺が <laughs> 狙い定めにくくなってる。可能性まで。8点、9点取んなきゃいけないじゃん。やめろ落ちろ落とせ落とせバカくっそー。ファインプレイじゃないんだよやっちまったなこれ。辛いな、初戦辛いぞ、今。辛い初戦お送りしています。振っちゃった。 フォアボール出しそうで出,出さないよねこいつらここまでは組んのよでもこっからきれいにストレートあのストライクゾーン入ってくるのよあオッケーオッケーウィッツ・ウォークウォークって言うんだ向こうフォアボールのこと覚えたいやーこれはちょっと今の無理だなきたやっと打てた9回最終回にしてやっとカーブ打てるようになった ええと、これは絶対無理ですね。うん、絶対無理です。スピード1。プア、かわいそうって言われてんじゃん。足の速さ、かわいそうって言われることないよ。ディスゲーム4タコ。ブラッドリー。新、新キャラの、今のうちのチームに新加入したブラッドリー。全く機能してません。よし、ナイスナイス、ナイス、ナイス、ナイスナイス,ナイス来た最終回来たよ。追いつかない程度の反撃来たよ、これ。さあ、4番外。 3番外からの4番外、夢の共演。ここでホームラン入ったら、もう10体なんだもんね、10体なそのボールいかれてるよないかついよな、そのボール。あ、えこれ、もしかして見逃せばいや、そんなことないから許してくんないか、そうは。いや、すっげえボール。<laughs> 磁石でもついてんじゃないのこれ。やべえ、追い込まれた。カーブだったら打つ。ねえねえ <laughs> 手元でちょこっと曲がる、あれ、カットボールかな絶対打てないんだけど、あのカットボール。10対4、ボロボロです、ボロ負けしました。